せ者を揃っています。ラルフ、星野、高木、上位3強の行方は、それとも新たなる力の台頭があるんでしょうか。シリーズの行方を占う大一番、大船日本第7戦にはスタートしました。まずは服部、いいスタートか。そして横から高木、スンと外に出た。星野が行っている、星野が見ている、星野が見ている。さあ、そして内から、内から中野が行っている。中野がいいか、服部か、服部か、高木か、高木か。まだサイドバイサイド、今のところ前2列はそのまま順当に行っている。あーっと、山本は、山本が1コーナーで沈んだ。山本克己がまず紐解く一つのポイント、1コーナークラベルに捕まりました。さあ、そしてまだスペッツリアは続いています。トップはなんとか服部直樹、そして中野がどうやら2番手、高木1つ順位を落としました。